暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。つい先日、コラボから僕が訴えられた、初めて被告になった裁判の期日がありました。初めてだったんですね。もっとこう、2桁訴えられてると思ってました。僕をなんだと思ってるんだ。まだ1件しか訴えられたことないよ。訴えた回数は？1つ、2つ、3つ。たくさん。お前一般。もうええから、本題に入りましょう。今回は、被告である僕側が反論を出すターンだったんだけど、その前に、まずは、共産党と強いつながりがあるコラボ代表2頭夢野さんと、僕に、証人尋問の申請が提出された。裁判所の公開法廷で尋問するやつね。これって、動画の名誉毀損を争う裁判ですよね。いちいち、本人尋問とかいります？いらないと思う。一般的な名誉毀損の裁判だと、よほどの事情がないと、本人尋問なんてないってさ。もちろん、拒否するって言っといたよ。そもそも、必要がない尋問な上に、僕は、殺害予告とかまでされてる身なんだからさ。裁判所に、決まった日時の公開法廷に行く、なんてことになったら、多分、裁判所の前に、デモ隊が集まると思う。笑い事でなく、絶対集まりますね。バスも3台くらい来るんじゃないですか？ちなみに、質問内容はこんな感じ。原告の経歴、事業内容、シェルター間取り、保護助成、家賃、生活保護を受けてるか、影響、その他。これ質問する必要あります？書面でいいのでは。特に、1とか2、経歴とか事業内容を、わざわざ本人尋問でやる必要がどこに？間取りも、閲覧は制限してますけど、すでに証拠で提出されてますよね。4は何これ？どういう少女が保護されてるかなんて、お気持ちを裁判所で。で、僕にやりたいっていう質問がこれ。1の経歴はネトゲ戦記を読んでほしい。2の目的はここで答えると、なるくんとバーベキューを食べてる時に、YouTuber でもやってみる。って話で盛り上がり、シュナムルさんを調べた結果を動画にして投稿してみようが、設立した時の目的です。それが、なんで、こんなことになったんですかね？ 3 は、会ったことないです。っていうか会ったこともないのに、夢、にゃん、難民高校生によるって呼ばれてるやー。とかそっちが言ってたよね。4、住民訴訟の声明文や、新潮記事などで語った通りです。5、東京都から開示された公文書、コラボが公開していた資料です。これ聞く必要あるんですかね？この通り、書面とかで回答できることでしかないよね。こんなので証人尋問申請なんて、代わりに、襲撃とか、顔写真押さえて晒すとか、嫌がらせ目的があるとしか思えないよ。証人尋問する必要がないんだから。ですね。で、証人尋問拒否したからなのか、この証人尋問で語る予定だったと思われる、共産党と強いつながりがあるコラボ代表2頭夢野さんの陳述書が提出された。これは、裁判所から出せと求められたもの？自分から出してきたもの。なんと25ページ。なかなかどうして？全文解説は、有料部分でやるとして、いくつか気になったところは無料で解説します。わあ、お得。今までシェアハウスに入居した女性、延べ64人。生活保護12人、割合 18%。なのに、みんな生活保護って言われるのひどっぴ。みたいな感じの内容ですね。いや、その確認って、都庁ですら取れないじゃないですか。シークレットでしょ。生活保護を受給できなかった人は、こういう、そもそも生活保護が不可能な人、だったりしませんか？難民申請却下された不法滞在者も、シェルターにいたりしたんですよね。それと、都庁の若年被害女性等支援事業では、ずーっと長期保護0人なのに、64人も長期保護してた。なんで、それ都庁に申告しなかったの？その64人、なんか怪しい。確かに、そういえばすごく怪しいですね。延べ64人も保護してたなら、どうして、都庁の事業で申告しなかったんでしょうか？それにさ、ここで、20歳未満が、生活保護を活用できないって言ってるけど、都庁事業で報告してる方の短期保護者だと、2021年度で、年齢の内訳はこうなんだ。短期保護では、20歳以上は、67人中17人。そもそも、25% くらいしか、コラボ利用者の中に20歳以上はいないんだよ。とすると、20歳以上しか生活保護が受けられなくて、シェルター利用者の 18% が生活保護だとすると、ほぼ全員生活保護じゃね。
ロジカル計算ハラスメント。短期保護だと20歳以上が 25% くらいでも、長期保護だと突然 90% くらいになるのかもしれませんよ。公開されてないからわかんないっぴ。とにかく都合を置く怪しいよね。個人情報を委託事業なのに都庁に渡せない。手のと合わせると、渡せない個人情報を渡したら終わりの人たちを中長期シェルターに入れてたんじゃないのかって思うのはしょうがなくない。怖すぎるっぴ。根拠のある推論ハラスメントっぴ。そういえばこういう確認が取れない言い分は裁判だとどういう扱いになるんですか？証拠がないから立証されてないってことで却下されるかな。多分お気持ちの文章だけでこう言ってるからよしってなるのは都庁の監査員伊藤優都民ファーストくらいだよ。さすがにそうですよね。そうじゃないと困ります。中世の魔女裁判じゃないんですから。次は生活保護の時は家賃5万3700円にしてるって言ってるように見えるんですけど、家賃は3万円が基本です。2個生活保護の時は5万3700円になりますきり。なお生活保護の家賃上限が5万3700円です。3万円が基準のシェアハウスなのに生活保護だと上限を申請するんですか？そう言ってるね。なんでだろ。家賃は3万円でやりくりできるけど、生活保護はもらえる公金だから、どうせなら上限もらえるようにしちゃえって感じなのかな。はあ、ママ、そこはまた後でね。やば怖い。シェアハウスで生活保護は本来想定してないって言ってますね。当たり前の日常を読む限り、脱走した子以外ほとんどが生活保護を受給してる様子だったけどね。少なくとも生活保護は想定外なんて風には見えなかったよ。インタビューに答えてる女の子8人中2人 25% が生活保護を明言。僕が見た感じ、生活保護じゃねえと思ったのが2人。ちなみにそれ以外の1人はフィリピン国籍だった。あとこれどう見える？当たり前の日常を手に入れるために73ページの部分読み上げます。次にコラボと一緒に関わった女の子は18歳以上だったので福祉事務所に一緒に行きました。いわゆる同行支援ですね。その時は私も生活保護の申請自体が初めてでした。最近は現在地保護をするようになった福祉事務所が増えましたが、当時は住所地がここではないから保護できないと言われたので、法律上は現在地保護できるはずですよねと言うと、うちは現在地保護はやったことないですと一度引っ込んで、上司と相談した後現在地保護しますとなりました。うちの自治体が現在地保護をしたことは他では言わないでくださいとも言われましたね。言ったらたくさんの人が押し寄せてきて困ると思っているのだと思いますが、他の自治体でも当然のこととしてしなければならない。それができていないことがおかしいですよね。今は逆に住民票のある親元の福祉事務所に行ったら、すぐに家出しているんだったら現在地保護すべきだから家ではできないというような福祉事務所も出てきて、行政はいろんな口実をつけて自分のところの仕事を増やしたくないんだなと思います。伊藤さんのすごいところは、私がやったことをすぐに真似て最初から知っていたかのように現在地保護なんて当たり前でしょという顔をして役所や地層とやり取りしてしまうところです。いろんな生活保護を申請して手慣れていないとこんな感じにはならないと思わない？リーガルノーコメントでお願いします。いやだってさ、中長期シェルターには少なくとも不法滞在者を保護してた実績があるわけなんだぜ。延べ人数とか言われても国籍別ではどうなりますか？とか日本国籍はうち何人ですかって気になるよ。それ以上いけないっぴ。はい、次。シェルターの写真をネットに上げられました。それ山本一郎だろうな。異常だからしつこく食い下がって、やっと写真をまだマシなものに差し替えるまで非難し続け、その後も非難してる俺がチラチラしいだ。お前らこそチラチラしいんだよ。山本一郎を非難してから言えよ。なんで犯人じゃなくて犯人に写真を取り下げて返させた俺が非難されるんだ。おかしいだろ。てめっこのふざけんなアズの赤旗乗せろよてめえ。まあまあ犯人であれだけ周りみんなから非難されても、シェルターざらしを絶対にやめなかった山本一郎がうさんくさいってのは視聴者のみんなは分かってますから。ほんと何なんだよあいつ。 Facebook から無断引用された。どう考えても Facebook でコラボが全世界にすでに公開してた写真を貼った俺、どう見ても特定不能より、シェルター行ってきましたとか言って写真あげた山本一郎こそ非難すべきだろ。なんなんだよ本当にふざけんなよ。シェルターに繋がる写真晒したのは山本一郎だろ。マジでふざけんなよ。山本一郎に言えよ。
バスなんて幹線道路沿いでそこを通るドライバーなら常識です。ピンクのバスなんていつものざらしで止まってますよって言われた DM 貼ったやつが Google マップでも確認できた状態だったからよ。山本一郎大問題から俺公開済みの写真使ったから、さらにはバスが暇空のせいつって山本一郎のやったことを俺にかぶせようとするな。どうどう。でも本当山本一郎絡みは不思議ですよね。あっちの主要人物誰も山本一郎のこと非難しないですし。バスカフェにコロアキが来た。暇空の言ってたことと同じこと言ってた。みたいな内容ですかね。じゃあコロアキがコラボが唱えてる主張を唱えながらどこか他の団体を攻撃したらそれはコラボのせいになるの。バカなの。コロアキが仮に犯罪をしたらそれはコロアキの責任だろ。当たり前すぎますね。10代のこの 1,2 週間はとても長くバスカフェを開催できなかった影響の大きさを実感します。バスカフェって普通に休みますよね。予告なしに毎日やりたいけど月2回ペースですよね。毎週やると言ってた公金事業の時すらも毎週ではなく月2から3回程度。自主事業になった最近も休んだりして月2回ペースのままですね。毎日新聞の記事が月3回から2回にサイレント修正されたくらいですし、これこそ白々しいだと思いますよ。2023年度の事業には応募しない。行政に個人情報を見せないといけなくなったから。被告に情報公開請求されたらどうするんだみたいな感じの内容ですね。個人情報は公文書開示請求では。そんなことすら理解してなかったのか。出るわけがないですよね。公金事業を受託してる弁護士の名前すら離婚したらシェルターがバレるから出てこないのに。なんで保護された女の子本人の名前などというクリティカルすぎる情報が出てくると思うんでしょ。私たちへの攻撃は女性への攻撃だ。すり替えんな。俺は辺野古基地座り込みやヤングデモに保護した少女を連れ回し共産党につなげるようなクソアカ団体はふさわしくないし公金を使うなって話をしてんだよ。ずっとな。これまで受け取った公金全額返金してから言ってほしいものですね。暇空の野郎はよ。本当に公金人に関心があるならよ。公金不正疑惑がある他の事件についても活動するはずだろう。暇空は本当は公金不正になんて関心ないはず。大義獄事件かのように面白がってるだけ。実際に大義獄事件だと思うし、公金集中問題で他に追及する人がいない、俺がやらないといけない事件ではこれが最大だと思うし、何より一度初めてカンパ集めたら若草ボンドパップスコラボ全部やりきるのが責任ってもんだろ。そんなこともわからんのか。あと LGBT 法案問題とか入管法改正問題とかジャニーズ問題とか他にもガンガン扱ってるだろ。どこに目ついてんだよ。スピード違反で捕まった人の言い訳そっくりですね。もっと危険運転してるやつを捕まえろとか、もっと重大犯罪を追いかけろとか言う人よくいますよね。ところで公金不正疑惑がある他の事件についてもってことは若草ボンドパップスコラボ問題に公金不正疑惑があるって認めてる。認めてるようにも見えますが誤記かもしれないのでセーフです。好きといいねを間違えていいねといいえを間違えるんですよ。真逆の意味の誤記はありえます。そんなめちゃくちゃな。それではこの辺で一旦 CM です。CM ってことはまだ続きあるんですか。動画で説明する夢にゃん書面の抜粋は以上で終わり。次は僕の出した反論を説明するよ。なるほどですね。僕が裁判長から求められていたのは真実性と真実相当性の主張だった。どういう意味です。発言内容が名誉毀損だったとしてもセーフになる条件とは真実か真実と思うに十分な理由があること、それについて主張してくださいってこと。なるほどですね。で今回出した反論書面がこちら。力作の42ページきっちりと反論が書けたと思う。これ途中まではちゃんと読めますが一部のページが黒塗りですよ。東京都知事ですか。ああそこね。そこはコラボが生活保護を不正受給してた証拠を提出したんだよ。でもさ実際に証拠を交えて話すとどうしてもコラボのシェルターの住所とか使って語る必要があるじゃん。場所は言えないけどシェルターではこんなことがありましたでは説明にならないじゃん。
だから、このノリの部分は、閲覧制限といって、裁判記録でも見られないように申請した部分だよ。へ、なるほどですね。うん？え？ちょっと、さらっと、なんて言いました？閲覧制限とは、裁判記録でも見られないようになる仕組みだよ。その前だよ。しらじらしい。ああ、まあ詳細はお見せできないんだけど、コラボが生活保護を不正受給してた、させてた証拠を提出したんだよ。その中には、コラボが53,700円の生活保護の住宅扶助上限を受給してた証拠もあったんだけど、さっきの共産党と強いつながりがあるコラボ代表2等夢乃さんの書面で自白しちゃってたね。もう、それ出したなら、この裁判終わってません？まあ、裁判ってのはいろいろあるんだよ。この後もどうなるかわかんないし。でも、まあ、反論が楽しみではあるね。あ、ノリの部分は、全体の3分の1くらい、不正の証拠に絡むところだけで、他のところはきちんと読めるのでご安心ください。内容をチラ見せすると、原告、コラボは、家賃を65,000円なんていう不当に高額取ってるって言われた。名誉毀損だって言ってたんだけど、僕が不正受給の証拠でも立証したし、なぜか共産党と強いつながりがあるコラボ代表2等夢乃さんが陳述書で自ら述べていたけど、53,700円は受け取ってたんだよね。53,700円家賃取ってるやつが家賃65,000円って言われた。不当に高すぎる。名誉毀損だとか言ってもねえって話。なんで自分から、生活保護の人から家賃53,700円取ってると自白したんでしょ？知らない。今回の書面の最後はこう結ばれているよ。まあノリの舌をお見せしたい。そこはごめんね。閲覧制限は書類の提出と同時に申請したんだけど、先に書面の方をファックスした段階で神原弁護士からシェルターの住所は出さないんじゃなかったのか、話が違うじゃないかとか電話で問い合わせが来たよ。もちろんきちんと閲覧制限をかけてることを説明したんだけど、共産党と強いつながりがあるコラボ代表2等夢乃さんの陳述書とかでも、シェルターさらしは結局のところ暇空のせいみたいなこと言いつつ、僕にはシェルターを公開しないという善意を当然に期待してたのは笑うよね。じゃあ山本一郎を訴えろよと。山本一郎は非難せつ何なんだそれはと。山本一郎は訴えられないんじゃないですか？なんか理由があって。うーん、怪しいな。山本一郎怪しいですね。さて、原告陳述書と被告書面を紹介したので、今回はこれで終わりですかね。原告の反論も届いたよ。早すぎわろた。早いのはいいんだけど、誤字とかは見直して送ってほしいかな。まあいいや。大注目の原告の反論がこちら。あ、コラボが不正受給してるって言ってる。法的な見解の正当性は証明にならない。まさか、コラボが生活保護を不正受給してた証拠に、法的な見解の正当性が？つうか生活保護を受けてるのは女の子。コラボじゃないもん。むしろ、生活保護ビジネスで、不当な利益を得ているという印象を与えてる。生活保護の不正受給を被告が言った、という主張は扱わない。おろろん？なんか尻滅裂だけど、意味が通るように、僕なりに要約すると。被告はコラボは生活保護を不正受給しているという論点で話をしようとしている。被告はコラボが生活保護を不正受給しているという事実を敵視していないと原告は判断する。不正受給をするのは保護された女性であって、コラボが受給するわけではないから、生活保護を不正受給しているなんて成り立たない。生活保護ビジネスで不当な利益を得ているとの印象についての名誉毀損であって、生活保護の不正受給を被告が言ったという主張は扱わない。つまり、生活保護の不正受給の話はしたくなくて、生活保護ビジネスってところでだけやりたいってことですか？なんか急に議論がアクロバティックしましたね。この裁判ってみんな、コラボがタコ部屋で生活保護の不正受給してるって言った名誉毀損裁判だと思ってませんか？そもそも訴状を確認してみようか。一番最初のやつ、 DA とかのやつでしたっけ？うん、それ。訴状で、原告は、被告、僕の動画やノートについて、こんなことを言っているね。原告コラボが、実は、裏で、10代の女性たちを利用して、生活保護費を違法に取得して、私益を図ってきたとの印象を持たせるものであるから、原告らの社会的評価を低下させることは明らかである。これどう読んでも、コラボが生活保護を不正受給してるって言われた。という話ですよね。そうとしか読めないね。
じゃあ、なんで生活保護の不正受給について扱いたくないんだと思う？それ私から言わないとダメですか？仕方ないな。コラボが生活保護の不正受給をしている証拠を僕は提出しました。そして裁判でそれが扱われると、コラボが生活保護を不正受給していたと真実性または真実相当性があったという認定が下ってしまう恐れがある。もしそうなったらコラボにとって大ダメージだよね。だから生活保護不正受給の話は拒否する、って今更言い出したんじゃないかな。でも訴訟と矛盾してるのは笑っちゃうよね。これどっちが原告でどっちが被告の裁判でしたっけ？まあ原告の書面に対する反論はこの後することになるから僕からの解説はしないよ。書面を見て各自で判断してほしい。でも生活保護不正受給の証拠を出したらそこは扱わない。拒否するって言ってきたことだけは解説しておくね。それで十分な気もしますけど。ちなみに旧釈明も拒否するだってさ。何を聞いたんですか？ホワイトボードで計算してた A から C 子の3人いたじゃん。いましたね。あの3人は生活保護だろ。生活保護じゃないなら違うって言えよって質問をした。そうしたら立証責任は貴殿にあります。回答は拒否するだってさ。生活保護じゃないなら生活保護じゃないなって言えばいいのにね。アロタ、動画での解説は以上です。盛りだくさんでしたね。書面はノートで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。 YouTube とノートの売り上げは探偵と助手で折半しています。個別の投げ銭は探偵はノートのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします。今回は書面の一部にノリコが施されています。それは神原弁護士が話が違うじゃないか。情報は出さないって言ってきた部分ですね。こちらは裁判所でも閲覧制限がかかってる部分になります。ご了承ください。ただそれ以外のノリがない部分だけで文句なしに今までで一番読み応えがあり勉強になるすごい書面だと思うからおすすめです。それではまた次回お会いしましょう。